やるとするか。よし、行け。おはようございます。この遊びの中で負けないで今週もバッチリお勉強頑張りましょう。頑張りたくねえよ。俺はもう何も頑張りたくねえ。人生も何もかも頑張る気力が余ってかねえ。おー、もう5月に入るんだ。どれやりましょうか。これなんかやっぱバランスよく買った方がいいのかな。なんだかんだバランスよくやった方がいい気もするんだよな、最終的に。じゃあ泳ぎ行くか。じゃあまあ体操はまあちょいちょい入れつつって感じでやってもいい気がするんだよな。お昼に行ってもいいんだけど。おお、なんか変わってくんのか。はい、やわらさんと一緒になんか、てかあれじゃないですか、なんか体育、なんかさ、なんかさ、もうめっちゃなんか暴れてんな。なんかその相性がいいやつみたいな、なんかやるともしかしたら能力さんがすごい上がるのかもしれない。そういうあれかもしかして。それは十分ありえるかもしれない。リリリリ。おー、なんかレベル1になった。7個がなんか今上がったって出てるよね。やった。寝まくってるな。恐ろしいことになってますよ。高能力がレベル1になった。どんどん上がってんね。家庭のがどんどんあれじゃないか。恐ろしいことになってんだ。寝まくってるな。右にカウンター覚えた。右にカウンターってなんだ。普通にカウンター的なあれ、そういった上のちょっと恐ろしいあれだな。でててて れ, れ, れはい、今週のうちおしまいです。なんかこうやってなんかイベントがなんかどんどんなんかあるって感じなんだ、きっとな。大なりってのついに喧嘩か。俺らの子分たちをいじめたのお前たちだ。誰、そんなにまの子分だなんて。あのいつも対立してんだな。その子に傷つけるわけ。決闘だ。ギターギターにしてやる。よろしいですよ。やるだけ無駄ですけどね。さあ皆さん、無駄。おー、なんかそういうなんか会話があるの。その夏の油を食ってる。お、なんだ日曜日。七子ちゃんのゴジリンが中に決闘することに。場所は球技場みたいですね。あ、行ってみよう。行ってみようじゃないか。3人で行こうぜ。こうやってどんどんなんかイベントがなんかあれなんだな。日曜日になるたびに出てくるんだよ、きっとな。朝ですよ。いいですね。さあ行くぞ。ルル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 。さあガンガンちょっとあの乗り込んでいこうぜ。なんかある情報的な言うこうと思ったら渡部グループが貸し切りにしてさ、しょうがないか。勉強するのか。勉強するのか。そうなんだね。いっぱい勉強してくれ。俺も勉強するから。やっぱそういうのなんか蓄積されるからね。これやる、なんかやればなんか蓄積されてくるんだよ。もう全部あれだね。命を吹き込んでいる。いきれ立ってんな。なんか会話がなんかちょっと変わってんだよね。なんかね、もしかしたらなんかなんつうの、ちょっとなんかさ、ちゃんとさ、あー、てかその先生のなんかいる場所とか変わったから、もしかしたらなんかちゃんとなんつうのかな。ケン、どうした？もっこそどうしたんだ。なんか会話が変わってる可能性はある。ちょっとたまにはなんかあの言った方がいいかもしれない。夕食ハンバーグにしようと思ってるの。ほう。ほら、こんなん言ってなかったじゃん。なんかワイドショーの話してたもん。だってあの、なんか先生もなんかあれじゃん。あの、なんかマンション、なんかアパートか、なんかアパートにいたけど、なんかあれだったじゃん。だ移動してんだよ、なんか。たまに幼稚園にいたりみたいな。音でいいんじゃない？音でいいか。あ、マジ？なんかすごそうだね。なんかそれ見てるだけでいいの？巻き込まれるんだよ、別に。よーし。でもなんか仲間あと3体ぐらいいそうじゃないのか。なんか3体ぐらいなんかいそうな感じするんだけど、その中のあの枠を見るかい。3人か。何あいつが来るの？あのゴジリン来るのか。ゴジリンと誰来るかな。いえ、カスゲ食ってそうだ。ゴロにしてるんですねえぞ。あ、ほほほほほほ、この恐ろしい世界観、とてつもなく。おお、先生、ちょっとなんか久しぶりに、なんか談笑しようぜ。決闘。なんてことは、あっちのクラスが腐ったみかになっちゃった。腐ったみか。北海道のお母さん、あっちどうしたらいいの？ルルルルル。よく遊びに来てくれたわね。二重人格かもしれない。力がすごいわね。賢さんいまいちみたいに。お勉強するようにしましょう。いいえ。なんかそういう、あんのかね、なんかね。もしかしたら。憧れ見ようぜ。憧れは、まあ、大学でいいんじゃないの。他なんかあるか、遊びに。207ってやるで。207最強じゃん。あの力はそんなあれか。力はなんかあれだ。多分マナ先生の方があれなんじゃん。ずいぶん強いんじゃん。そっちの方が。12でしょ。12。まあでも強いけどね。それでも強いけど。いや、強くねえか、そんなに。いや、思ったより強くなかった。もうこっちがぶっちぎりだったっていう、そういうあれが。
こちら側が恐ろしくぶち切りだったっていう、そういうあれでね。ベベベベン。じゃあ行くか、その決闘。なんか左下だったけど、その球技場なんか左下だった気がするんだよな。そこに行けばなんかあるだろう、なんかわかんない。ちょ、決闘してんだけど、どうにかしてくんね。小さな犯罪が増えてるんだ。全然犯罪なんかなかった。本当だよな。犯罪はまあ増えるんだ。まあ、なんつうの、あるんじゃないの、もう生きてる限りなんかもうそういう、なんか悪の心みたいな。悪の心がある限りも増えてくる、そういうの。増えてくってあるよ、まあ。あり続ける。怪しい男がいるような、怪しい奴があんな怪しい格好するか、ちょっと。アバの怪しい格好って、あそこかも、そして。なんか泥棒じゃない、なんかね。なんか空き巣みたいにしてなかった。ちょっと見るか、じゃあ。見てくるか。ちょっと俺も明日食べちゃおうかな、ちょっと。近所剥がすか、俺も。ご近所冒険隊なのかな。ご近所冒険隊やるか、ちょっと。どこだっけ、手前、手前から行ってか、ちょっと手前ってかもな。適当に行ってくわ。ヘルメット。誰が住んでんのかな、ヘルメット。まあ、ヘルメットおじさんが住んでんだろ、きっと。それを生業としてるのが何だろう。大丈夫かい。かあ。雷じじいが。雷じじいっつったらあれだね。やっぱクッパだよな、ね。クッパおじさんがあそこに。あら、クッパおじさんって言うんだ。ニックネームなんか変えてんだったらどんどん変えるよ。おお、なんての、怪しいね。わっ、捕まえたぞ。またなんかやってんじゃん。ここに住んでんじゃん、もしかして。単純に。単純にここに住んでるってそういうあれなんじゃない、私の予想としては。だと思うんだけど。おお、なんかやってんね。ジュースがいっぱいある。よく売られてない変な味のジュースだ。あー。なんか予想忘れちゃったよ。でてってベビベビン。誰もいない。誰もいない。研究所行くか、じゃあ。まあ、なんかしらなんかあるじゃん。もしかしたらなんかあるかもね。その回数重ねたらなんか、喋れるようになるみたいな。名前つったら何なんだろうな。ご近所。不思議なご近所だらけだ、ほんとだ。てか、これ何をもってして終わりなんだろう。なんかあんのかな、その終わりみたいな。よくわかんないけど。これずっとなんかあれが、もう、モンハンみたいな、なんか、イベントなんかあれかな。普通の猫。いい顔して、お、ゴーダ商店。ちょっとゴーダ商店言ってるか、ちょっとなんか、なんかしらなんじゃん。ルル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 。なんかないのか、その会話的ななんか。こういう店も少なくなったね、そうだな。もうなかなか見つかんねえ。なんか、まあ、探せばあるかもしんないけど。メガホンとかなんかあれじゃないですか、あれなんじゃないの、そんな、なんつうの。まあ、武器の可能性があるな。てか、他の方々たちは一体何装備してんの。ピンポンだもん、ほうほうほう。幼稚園の服。へぇ。殴りか。やっぱ殴りだよな。柔道着。学校にもあれだから、柔道着引けるからな。とんでもない話。終わってるね。で、ここからなんか殴り合いの喧嘩が、なんかもう俺は感染するだけで済むんだったら、もう それでも、助かるんだから。そうはいけませんでしょうか。おい。検疫所は渡辺グループが走りしています。用のない方、チケットを持ってない方。チケットって何？マンションに7個台なんて言ってくれてるの。あー、はあ、なんか、あー、なんか痛い気がするな。マンションね。はいはい。猫が尻尾ブンブンして。ブン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 。完全狂ってやがるな。おほほほほ。ボス猫。ニャニャニャ。あ、そういえばあるじゃん。あ、そうか、そうか。この状態であれから出会うのは珍しいか。あ、つかその味方が、そうだ、味方にいるからな。また会話がいろいろ変わってくんだよな、きっとな。あ、どこにいたっけ、そのなんかあの。お、旬のサッカーする約束だったんだけど、今日はダメになったんだ。あれのせいかなんか。そうか、ヤサオだな。ヤサオだったのか、あいつは。とんでもない味だ、まったく。ルルルルルルル。いろんなやつが住んでるな。この会話なんかいろんなお方が住んでて、なんか面白いんだよな。謎すぎて。ベン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 。おお、なんか、謎の、ルッカみたいな、ドクター。絶対裏切らないし、必ず答えが出るから。裏切るのは生物だけで、本当だ、確かにそうだ。確かにその通りだ。我々はその人間に怯えてなんぞ、人間にその惑わされて、人間によって悩みが生み出されてるんで。だから俺ももしかしたらもう人間と関わんのがいいかもしれません。一生なんかなんぞ、もう、無人島的なところでなんか過ごした方がいいもんね。そこで実況だろ。そこで実況しよう。猫の爪がその子欲しいわ。猫ちゃんの攻撃力は強化されて強力なアイテムらしいの。おー、てかキャンディーどこ行ったの？キャンディーなんかよこせみたいに言ってやん。まあ食っちまったけどキャンディーは、はっはっはーってなんかバリ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 って。バリバリ食っちまったよ。そりゃそうだ。当然の原理それは。我々の当然の原理それは。何何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 何びっくりした。ごめんなさい、びっくり、俺がびっくりしたよ。パパ、今日も帰りが遅いの、ママ泣いちゃうから。
もう嫌だ。どうしましょう。恥ずかしいわ。ああ、なんかいいのか。今夜はすき焼きです。関係ない話でしたとかね。大丈夫。また電話？まあ、電話なんか随分かかってくるな、大量に。またなんか同じ会話じゃないのかな。また帰りが遅いの。大変だよね、なんかね。俺なんか、なんつうの？俺なんかもう、改めて、うわあ！なんかその世の中からなんかそうやってなんか頑張ってなんつうのかな。ちゃんとなんか普通に子供育ってなんか働いてっていうのが俺とは普通に俺尊敬するわ、なんかよくそれできんなって俺なんかもうなんつうなんかよくよく考えたらなんかものすごい大変なんじゃないかってなんかさものすごく大変なことだなと思う。なんかすげえよく頑張ってんだってなんか俺感心するわけだ。なんかすげえなと思う。なんか単純に何やっとんじゃ他ならええと思うよ。ああなんかあったね。サビ爆弾、切り爆弾、透明薬みたいな。はい、まあちょっと気になるからちょっと見るか。透明薬ね。無敵になるの。ほう。無敵薬的なものがあるのか。こいつか。あ、来たぞ。現状に来たんですか。チケットあげますよ。内緒ですよ。あ、全部優しいじゃん。なんか思ったよりあれじゃない。なんか思ったよりなんかあっさりいったな。ビッビッビッ。チケットに入れた。内緒ですよ。わかりましたわ。戻ってきたぞ。お取りください。どうなるのって。スゴ技みたいな気がするわ。リレミトで使ったな。ルーラー的な技使ったな。これどうすんのこれ。なんかこの急にじゃねえポケモンバトルするのか。おお、倒されてんじゃん。言われてんじゃん。ロボットスゴの卑怯だぞ。決闘じゃなくて戦争だよこれじゃ。ああやってんじゃん。なんかいろいろと。どうやって帰ってきたんですか。まあいいですわ。生意気なゴジラやっつけるのあたしは気分がいい。おっほっほ。生意気なあなたたちを倒せばすごく気分が良くなるかも。こいつはライバル的ならぬか。うぅ、ここって行きおごる。ボーンソルジャー的なちょっとあれだよね。それはなんかな、恐ろしいあれだな。ね、結構強い感じやん。まあ、なんか普通の、まあ、戦闘局からもあれか。ああ、そのうち。やってやるぜ。全員殴りでいいだろ。は？なんか強くね？めっちゃなんかダメージ受けたなって。おお、ちょっと頑張って。敵の横行ってた。もうこれやべえだろ。動画が出まがいし、これは。ビリカウンター。あ、すげえ。いや、消耗しすぎなんだよね、これなんか。しかも、多分そんなになんか食らう感じがしないんだよ。じゃあ、ボーニストップ、ちょっと。おしまいだろ。もう完全おしまいでしょ、これ。ね、これイベントバトルか、これ。さすがにこれ強すぎじゃないじゃん。こんなに強いなんて。膝が痛いよ。いい君です。ゾクゾクしてきましたわ。この瞬間、私は求めていた。待ちたまえ。誰だ。お、何者か、なんかあれだな。なんだ誰すがの声は。サッカー仮面。愛と正義の V 戦士、サッカー仮面。こいつあれだろ。呼ばれなくても即参上。あいつだよ。何ですかあなたは。だからサッカー仮面 G だった。G。非常識な人ですね、その格好ですね。街中でロボットを使う気にやりたくない。本当めちゃくちゃだ。さあ、立てるか、今のちゃん。僕も協力するから悪いロボットやっつける。先頭で僕はオートで倒してもらおう。中に加わった。ボールソルジャー、ボーンソルジャーに見えたから。そうだよな、ボール使ってんもんな。てんてんてん。なんか勝てんの。さあ、どんな感じで。やってやるぜ。じゃあ、それで殴るぞ。また使った。お。削りしの音。体ビービーして強いな。やるじゃないか。もうしかもなんかダメージ与えるんだ。もっとなんか、なんかなんていうのかな、もっとなんか大量になんかさ、一気にダメージ当たらんねえから、うまく。決して、もうなんかすぐあれじゃん。無限にあれでぶっ飛ばせんじゃん。これによって我々なんていうの、こうやってなんかもうめちゃくちゃになんかぶっ飛ばせることができるという最高のあれです。究極の天下、バイシクルキック、40。強いんだな、やっぱな。さあ、どうだ。さあ、やってくれ。あと一発。これは来たんじゃない。おお、同じ6行きましたね。よかったよ。でクズ鉄を、なんかもっとないの、なんかもうエクスカリバ的な、なんかさ、恐ろしい、なんかなんつうの、化け物の皮を手に入れたとか、そういうのねえのか、それかぶってなんかなんかみんななんか驚かせようみたいな、そういうのがさ、それないのか、奈々子ちゃんがいなくなっている。まあ、どうせベロベロバスなんだろう。あの女の子は逃げたようだね。なんて逃がしの早い。よく頑張ってね、その君の心に、君の冒険に役立ってくれ。何これ。クッキー砲が
坂割れてねえといいんじゃないか、それはな。僕はこれで J。J。まあいいんじゃない、よくわかんないけど。何してんだよ。ずっと探しまったぞ、早く家に戻るんだよ。また世話ばかりかけさせるんだよ。これでなんか一日終わったって感じかな。終わった可能性は。なるほどね。なんか短編集って感じで、なんかこれはこれなんか面白いかもしれない。よろしく頼んだ。はい。